中国・河南省鄭州市にあるフォックスコンの工場で10月末、労働者の大量流出事件後、23日夜に大規模な抗議デモが再び勃発しました。ネット上に投稿された多くの動画には、大勢のフォックスコン労働者と白い防護服を着た警官隊が激しく衝突した様子が映っています。警官隊が催涙弾を発射したり、長い鉄パイプで労働者を殴ったりしました。一方 労働者らは石を投げたり消火器を使ったり反撃しました中に中国共産党を打倒せよと叫んだ人もいました双方は夜明けまで激戦し現場にいた労働者は1万人以上の人が抗議に参加したと明らかにしましたまた40人以上が逮捕されたという情報もありました複数の情報によると事件の発端は2つあります 一つは、前回の労働者の大量流出事件後、新入社員が先輩社員と同じ寮に住むことに不満を持っています。なぜなら、その先輩社員の中に、陽性感染者がいるのではないかと心配したからです。もう一つは、フォックスコンは30日以上働ければ、3000元の雇用安定手当を支給し、60日以上働ければ、さらに3000元を奨励することを承諾していました。 しかし、22日夜に発表した契約内容には、来年3月12日まで在職しなければならず、途中でいかなる理由でも、7日間半以上欠勤すると、手当てを一銭ももらえないこととなりました。23日夜の1万人以上のフォックスコン労働者の抗議デモは、中国共産党当局に危惧を感じさせ、中共は抗議を鎮めるために、巨額の資金を投じたとの情報があります。 24日午後、多くのフォックスコン労働者は、政府が承諾した1万元を受け取ったとのニュースを流しました。これは天安門事件以来、中共が軟化した姿勢を見せたまれなケースなのです。しかし、フォックスコンの責任者は24日午後、まだ離れていない労働者が残り、元通りの給料で仕事を続けてほしいとの緊急通知を出しました。しかしか 抗議デモを起こして離職した労働者はすべての大手電子メーカーのブラックリストに乗る可能性があり今後採用されることはないと言います最終的にほとんどの人は依然として離れることを選び残るつもりはありません